て、さあそれでは用意の方はよろしいでしょうか。はい、さあそれではスタートします。さあこのタイプは2ヘクタール 250R です。ちょっと一番見たこのバイクかな、4ヘクタール 250cc のバイクです。さあこの川選手もよく練習している、毎週のように地元で練習してます。さあ愛媛大会はこれで2回目かな、2回目、だいぶコースに慣れたはずなんで、ここでいいタイム出してほしい。ナンバ選手が最後の8の字に帰ってきました。さあ帰ってきたタイムは、さあ今のタイムは2分59秒です。2分59秒です。さあ原田選手、この細かいセクションは原田選手の得意ですからね、いいバンカップを攻撃したまま上がってみる。スタートで立っています。6.6 秒、広島選手、広島県からこちら DRZ400 です。さあそれでは用意の方よろしいでしょうか。はい、それではスタートします。さあだコメントが打倒か、打倒瀬川を目指して頑張ります。ぜひですね、今日これ A クラスをクッと書いてほしいなと。さあ原田選手は、ちょっと芝生に乗っちゃったか、もったいないぞ。うわ、もったいない、芝生が、これリリス公園が芝生がやっぱりグワルとあっちをこけてるぞ。連鎖反応か、だけど戦闘が多いですね。戦闘が多いですね。ちょっと際どいところに入るのが低いだな。でもあのフリーセクションは難しいですよね。僕の気をフリーセクション入りますけど、どこから入ろうっていう、もう何も考えず順番で入っていった方が正解なような気がするんですけど、いや分からないですよね。ただ小回りもできないと絶対できないんで、さあ大丈夫か、レンジにかかるか、やっぱ止まった、さあここからいくらでもタイム稼げるぞ。あと8秒早く走ればいいのだ。あとはまた健康パー、さあ今のタイムは3分02秒です。3分02秒です。